こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、ちょっとね、タイマーなんですけどね、これ古い古いタイマーですね。これをね、メルカリで購入したんで、レポートしたいと思います。例によってですね、中も開けてですね、どんな風になってるのか、これ壊れてるわけじゃないんですけれども、まあ、直すわけじゃないんですけど、中ちょっと掃除するぐらいですけれどもね、中の様子をちょっと、それも含めてね、ちょっとレポートしたいと思います。これはね、実は昨日届いたんですけども、メルカリで、1200円で購入したんです。送料込みの、込みでね、送料込みで1200円で買ったんですね。で、これね、後ろ見ると、まあ、これはね、タイマーなんですけどね、東芝の、TWM-706 っていう名前がついてますね。これはね、50Hz 仕様のですね、タイマーなんですよ。こう書いてありますよね。東芝もね、今ごちゃごちゃしてますよね。確か2月とかに、債務超過だと、上場自体が取り消されちゃうのかな。確か8月には一部上場がね、なくなって二部上場会社になったのかな。本当ね、東芝っていうのは日本の代表するね、まあ、家電も含めてね、創業がね、いや東芝は東京芝浦電機っていうのかな。で、確かね、明治時代じゃなかったかな。できた、本当に最初はね。で、僕も好きなっていうかですね、カラクリ時計なんかでね、あと、田中なんとかさんっていう、幕末の、発明家がいるんですけど、その人が最初に、ギリシャ育成のために、なんかね、会社を立ち上げたらしいんですけど、それがね、80過ぎてから立ち上げたのかな。ちょっと、その辺はね、今、こう、テーマがちょっと違うんで、ちゃんと確認してないんですけど、まあ、そういうのも含めてね、またやりたいとは思うんですけど、そんな志を持ってですね、立ち上がったですね、会社がですね、まあ、昭和の終わりですね。もう最後、昭和じゃねえや、平成の終わりですね。になってですね、まあそんな状況になってしまうというのはすごく悲しいことでね、前もね、シャープもね、シャープと、どこでしたっけ、忘れちゃった。いろんな会社がね、外国にね、買われちゃったりね、してね、ちょっとね、寂しいんですけど、東芝お前もかみたいなねところがあってね、まあね、これから、まあ、技術のね、そういった会社がですね、またね、復活するといいと思うんですけど、逆に僕の場合はね、ちょっとまた違った意見っていうのがあってね、僕はあんまりね、大きいものっていうのはあんまり好きではないんですよね。だから大きい企業とかあんまり好きじゃない。もっとですね、もっと共同体みたいなね、町工場の共同体みたいなのがありましたよね、なんかね、そういう映画でしたっけ、ありましたよね。そういったものが、こう、僕個人としてね、栄えてですね、元気になってですね、いろんなものができると嬉しいなと思ってるんですけど、その東芝ですね、実は東芝、僕はね、東京の稲城市っていうね、まあ、東京の人からもね、東京じゃないんじゃないかって言われるところに住んでるね、神奈川じゃねえのって、多摩川をね、こう渡った東京なんですけどね。その反対側、まあ、うちがあるところっていうのは有名なのはね、読売ランドっていう、読売巨人軍、読売新聞、まあ、新聞はいろいろ、まだ今、いろいろ問題があって騒がれてますけどね、読売ランドっていうね、遊園地がね、近くにあります。今は全部寂れてるんですけどね。あと近くにあるのはピューロランドね。ピューロランドは面白いことにね、海外から来るんですよね、やっぱね、キティちゃんファンがね、そういったもの、それと
多摩川を挟んで反対の方にですね、東京、中央競馬場ね。中央競馬場は歩くと40分ぐらいかかるかもしれないけど、自転車だと15分あれば行っちゃうかな。もうほとんどですね、うちからだと、まあ、すぐ多摩川あるんですけど、多摩川ね。もう多摩川梨っていう梨の産地であった、土地ですね。あったっていうのはですね、もうほとんど衰退してなくなっちゃってますよね、梨はね。なんか知らないけど、梨って言ってる割にはですね、梨園がですね、どん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 住宅になってね、いつの間にか住宅じゃなく、名物が梨じゃなくて住宅になっちゃったんですけどね、まあそれはどうでもよくてですね、まあ多摩川を挟んで反対側に、その競馬場ね、中央競馬ですね、中央競馬っていうのは一番大きい、まあギャンブル場ですね。まあギャンブルと言っておきますね。もうギャンブルやらないし嫌いなんでね、パチンコも含めてね、ギャンブル大嫌いな人間なんですね。まあ競馬場があります。そしてですね、まあ府中なんですよ。府中市っていうと、府中市は多分いろんな人よく知ってると思うんですけど、ね、府中っていうところがあります。そこはですね、まあ結構ね、いろんな NEC とかですね、東芝もありますし、あとどっかなんか大きい会社があったかな、結構ね大きい会社がたくさんあるんですよ。で、東芝もいくつかあってですね、今どうなってるかよくわかんないんですけど、東京、府中って言うとね、そう、有名なのはね、3億円事件ですかね。3億円事件でね、府中刑務所ってありますね。もう入ったことあるんですけど、入ったことって言っても、捕まって入ったんじゃなくて、あれね、府中刑務所の中でですね、服役してる方がですね、いろいろなものを作ったりするんですよ。それを1年に一遍かな、僕1回しか行ったことないんですけど、そういうイベントがありましてね、家具とかですね、お味噌とかも、作った手作り、パンなんかも売ってたと思いますね。そこでイベントがあって、そこでバザーみたいにするんですね。その資金がまた、その刑務所服役してる人たちの、まあ給料っていうのかな、よくわかんないです、なんかに使われるっていうことでね、年に一遍、確かいつだかちょっと忘れちゃったんですけどね、あるんですよ。それでまたそこの刑務所に入ったことがあるっていうことですね。別に捕まったわけじゃないんですけど、入ったことがあるっていうのはね、そういうことですね。で、それとはですね、そこの近くに武蔵野線っていうですね、JR、うちの線、うちの市を走ってるのが、南武線なんですけど、南武線がですね、府中本町っていう駅がありまして、そこからですね、浦和の浦和じゃねえ、なんだ、どこだ、浦和大宮、あの辺にまでずっと行ってる、武蔵野線っていう、JR の線があります。そこの北府中っていうですね、駅がありまして、そこが府中刑務所に一番近いのかな。府中刑務所に行くとしたらですね、その北府中っていうところで降りていただけると、駅のちょっと行ったところですね、ざーっと壁っていうよりも塀ですね、塀に囲まれたエリアがありまして、そこが府中刑務所に当たるんですけど、まあそれでね、まあなんだ、3億円事件なんかもね、その近くで起きたんだと思います。そんでその、刑務所の武蔵野線を挟んで反対側にやっぱ大きなですね、東芝の工場、工場っていうのかな、よくわからないんですけど、なぜ工場って言えるのかっていうと、要するに電車を作ってるんですよね。車両を作ってるところがあるんですよ。今は作ってるかどうかは僕よくわからないですけど、大学の時にね、武蔵野線結構使ったんですよ。僕は法政大学の工学部なんですけど、東小金井っていう、武蔵野線の駅があるんですけどね、そこから歩って15分
10分か15分ぐらいのところにキャンパスがあったんでね。そうすると、まあ、立川、まあ、ローカルの話なんでね、まあ、僕の最近好きな、常念さんとかね、知ってる人は知ってるんですよね。トラモンニュースなんかよく見てですね、結構ファンになってるんですけれどもね、立川に、住んでるのかな、うん、で立川もですねやっぱり同じように乗り継いでですねあの武蔵野線じゃないあの、中央線に、ね、乗れたんですけれども武蔵野線を仲介してですね府中本町からですね、国分寺西国分寺って駅までですね武蔵野線が入って行ってましてで西国分寺の駅で乗り換えるとですね中央線に乗れるんですね。その2つのルートがあってまあ、武蔵野線はですね、当時は1日じゃない、それはちょっとあの極端なんですけど、1時間にね、1本か2本ぐらいしかなかったんで、武蔵野線を使うか、タッチカーで乗り換えるかでね、時間帯によってね、切り替えてたんでね、その時に、北府中っていう駅を通過するんですけど、その時に、まあ、駅からですね、すぐ隣がですね、東島の、まあ、電車を作ってる、エリアっていうかですね、工場がありますよね。なので、電車なんで、まあ、新幹線をなんか、車でね、トレーラーで運ぶっていうのがあったと思うんですけれども、そうじゃなくてね、東芝の敷地の中にですね、線路があるんですよ。線路がずっと走ってるんですね。そのまま武蔵野線に繋がってるんですよね。だから、そこの東芝の北府中のところの、工場でですね、作られた、電車、車両がですね、武蔵野線の、線路に入ってですね、直接入って、まあ、JR みんな繋がってると思うんでね。JR は全部どっかで繋がってるんで、そこからですね、どん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 いろんなところに、移動してったんじゃないかと思います。もう随分昔ですけど、そこで車両を作ってるのはちょっと見たことないんで、当時も作ってたかどうかわからないんですけど、まあ、過去には作ってたわけですね。うん、そういったエリアがあってですね、東芝っていうと結構ね、身近っていうかね、地域的には非常に身近ですね。名前も東京芝浦電機ですから、もう本社は東京の芝浦、要するに、港区かな、芝浦は。そこにあるんでしょうけど、工場はですね、東芝でっかい工場がたくさんあってですね、税金も随分納めて、くれて、府中はですねかなりこうなんていうんですかね、いろんな施設とかね充実してたっていうことです。まあ全然違うんですけど、東芝ということね、東芝もね本当はね、頑張ってもらってですね、僕は外国に売るんだったらね日本が買えようと思うんですけどね半導体ね、本当は国営にして、なんで JAL でしたっけ、どこだっけ、アナでしたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、破綻するときに、買ってね、買い支えたの、技術っていうのは日本にとってですね、まあ、半導体はに、半導体は日本の米、ちょっと言い方をちょっと忘れちゃった、米に例えられたほどですね、技術っていうか、半導体はですね、日本にとって重要な、産業であったわけですけど、それをですねちょっと海外のね資本に買われちゃうっていうのはね、非常に国策としてもちょっとおかしいんじゃないかなって思いますね。国がもし買うとしたらですね、全部幹部は全部首ですね。そうですね、まあ極端な話言ってる人がいますけれども、粉飾決済とかね、そういう風にした人はですね、もう過去に遡ってですね、全部責任追及した上でですね、刑事事件としても含めてね、全部整理していったんね、そうして、まあ、日本国営じゃないですけど、なんか立て直す必要があるんじゃないかなと僕個人的には思ってますね。基本的には悪い会社は潰れればいいと思ってるんでねそれ淘汰されていくっていうのがまあ自然の摂理ですよね。
なんですけども、やっぱり支えるっていうこともまた、人間の持ってるんですね、知恵なんでね、動物はですね、やっぱ淘汰されてですね、どん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 変わっていくっていうのは、まあ、自然としては当たり前のことなんですけど、人間はですね、自然でもあるんですけれども、野生っていうか自然に支配されてもいるんですけど、人間は、まあ、ある意味ね、自然を超えた存在でもあると思ってるね。で、そこの超えた部分っていうのをまた 知恵とかですね、そういったものですよね。それで、まあ、いろんな自然にないこう何かをするっていうことは、まあ、人間に与えられたですね、能力なんでね、その能力を、まあ、いろんな面で生かしていったらいいと思います、うん。まあ、また随分脱線しちゃったんですけど、これね、これはどういう機能があるかというとですね、2つの機能があります。1つはですね、ブザーですね、まあアラーム、これはだから目覚まし時計みたいなもんですよ。時間が来るとブザーが鳴るっていう機能。あとはですね、もう1つはこのスイッチですね。それは時間が来たらスイッチを入れたり切ったりするっていう やつですね。で、ブザーに関してはね、まあこれちょっとやってみますけど、簡単なんでブザーやってみます。今、9時半ですね。9時半になってるんで、これをですね、ここでセットするんですけど、これぐーってセットしてですね、例えば、これを10時にセットするとすると、ここの位置ね、ここの位置。まあ、こんなの説明してもこんなの買う人いないと思いますからあれなんですけど、ね、未来のことを考えてね、ある意味ね、ここでですね、こう回してですね、例えば10時になるようにセットするときなんですね、ここを10時、ここを10時にセットします。そしたらここのこのね、つまみをですね、この矢印方向にこうやります。そうするとカチッと音がするね。これでタイマーっていうかね、ブザーのセットができたってことで、でこれがまあこれやってみようかな。10時になります。グーンってきてね、ちょっとね、10時過ぎないと動かないと思うんですけど、ね、ちょっと前にこのようにね、ブザーが鳴ります。そうするとブザー停止ってボタンがありますね。これはポンと押すと止まる。ただ単にそれだけの機能、これはね、ブザーの機能ですね。あともう一つ、同じように今10時になってますから、この10時半にセット、スイッチをセットします。10時半にスイッチをセットします。ここね、同じようにここセットします。はい、そしたらここを、矢印方向にですね、スイッチセットっていうところ、矢印の方向にこうカチャッと音がします。はい、これで、これタイマーっていうかスイッチのセットができました。そうすると何が起きるかっていう、10時になると何が起きるかっていうとですね、これ後ろ側、まあこれ時計の、調節ですね。これもね、普通の、時計と同じようにこれ回すと時計の針がこう動いて時間調整ができると、まあ非常に単純な仕組みです。で、これ2つ、動作時刻に、動作時刻に入る、切るっていうのがありまして、これ入るにすると、コンセントね、こういうコンセントを入るにしておくと、その時間になるとスイッチがオンになります。で、逆にこの切るにしておきますと、その時間になると切れるってことですね。で、今、入るようにセットし、ここ差し込みですね。で、ちょっと前回使ったですね、この見る、電動の見る、これがまあ、今オンになってますけど、タイマーが10時半になってないんで切れてます。じゃあこれで、10時半になったらどうなるかっていうこと、ちょっとね、やってみたい。これちょっと見るかな。時間がですね、ぐーっとですね、こう動いてます。これ早送りですよ。おっ、ちょっと早いですねえらい早いですね。ごめんなさい、スイッチを10時にセットしてもらいました。まあいいや、10時にセットしてあったんで10時になって動き始めました。はい、そしてどうしようかな。一回こうやると、違うな、これ変えといてこうやると、切れますけれども、今度はですね、逆にこれ入るにしときますね。はい、
入るじゃん、切るにしよう。切るにして、今10時ですから、今度10時半にセットしておきます。今タイマーかかってないんで、今、切れてないんですけど、これ10時半に、今度は間違いなく10時半にセットしました。大体ね。そして、時間がですね、早送りされていきますと、あ、ごめんなさい。また間違えた。間違えましたね。まあ、11時にセットします。ちょっと待ってください。間違えた。これで、うん。これで、これセットします。これでセットします。うん。そして、これが早送りしていくと、これで11時になると、切れるはずなんですけど、どうでしょうね。お、切れない。切る。お、切れた。10時、だいたい5分くらいね。まあ、この辺言語関係あると思うんです。そのように、まあ、切れましたということで、ね、動作確認しました。はい。これね、実は何使おうかなと思ったかというとですね、ハンダゴテのところね、ちょっと切り忘れたりなんかすると困るんで、夜になったら、切れるようにしようかなとかね、そういうこともあってですね、まあ、するかどうかわかんないですけど、もちろんね、機械に頼っちゃいけないんですね、そういう危険なことに関してはね。よく急ブレーキ自動的に障害物があるとブレーキがかかるっていうのがありますけどね。人間というのはね、なんかそういった安全装置があると安心して、安心してしまって、それが元でね、事故になるってこともあるんでね。あくまでもね、そういったものっていうのは、補助として使わないのがいいんですよ。保険と同じですからね。保険を使うことを前提にですね、暮らしてると痛い目に遭うんでね、うん、これもタイマーもですね、保険としてそういう、切り忘れ防止に使おうかなと思って買ったんですけど、ちょっとまだ分かんないですね。これちょっとまた例によってですね、分解してみたいと思います。まあこんなのはね、大したことないっていうか、誰もこう分解したいと思わないかもしれないですけど、簡単に分解できるんで、中だけちょっとね、よいしょ。まあ普段見ないところを見るっていうのは、一つね、自分の視野を広げるっていう意味で、それ自体重要だと思うんでね。それが何に役に立つのって言われるとですね、役に立たないかもしれないですけど、別の見方があるということをですね、こう感じるっていうことをね、感じるというのは非常に大切で、心理学でいうとね、ゲシュタルト療法っていうのがありますね。ゲシュタルトですね。うん、そういうの、それはね、まあ、感じるっていうことを非常に、重要にして、マインドフルネスっていう、心理学とかちょっとかじった人なんかマインドフルネスっていうのを最近聞くことがあると思うんですけど、あれは非常に結構新しいね、考え方なんですけど、それは2010年ぐらいかな、2000年の初め頃にですね、認知行動療法っていうのが盛んにね騒がれて、アーロン・ベックっていう、あれはイギリスの人、ベックはどこの人だ、スイス、イギリス、どちら、ヨーロッパの人であるんですかね。まあその辺はまた今度ね、セミナーというかブログ形式でやりたいと思うんですけれども、取れない、なぜ取れない、なぜ取れない、なぜ取れない、なんかどっか引っかかっちゃうな、単純に取れると思ったのに取れない、どうして、どっか引っかかってんの、なんだ、うん、なんで引っかかってんの、ここまで出てんだけど、あれ、あ、そうかそうか、分かった、これだこれだ、多分これ、ここ、時計の時刻合わせのこれが引っかかってるんでしょうね、多分これ抜けるでしょ、多分抜けないでしょ抜けないよ、
あれおかしいな、どうやって抜くんだあれ簡単に抜けると思ったのに、ここだと思うんだけどな、間違いなく。でも抜けないね。でもこれ引っかかってるのは確かにここだと思うんですよね、これね、引っかかってるの。だから絶対抜けるはずだよね。ここが抜けないとここが取れないはずなんでね、抜けるはずなんですけどね。なんでなんでよ。あ、あれなんで。ちょっとね、ちょっと残念だ。ここでしょ、ここに行ってもダメだね。やっぱここで引っかかってね。ここなはずなんですよね。ただここが抜けない。なぜ抜けないんですよね。ただ単にこれネジでもないんで、これちょっとかなり強引に抜こうと思ったんですけど、やっぱ抜けないですね。これはね、ごめんなさいちょっと簡単に抜こうと思ったんですけど、無理ですね。ちょっとまあ中見てもしょうがないですよねって言い訳ない。完全にここが引っかかって、ほらここが引っかかってね、あのこれケースが抜けないんですけど、これがどうやって抜くのかが分かんないですね。これはね、あ分かりましたわかりました。こんなもんなんですよ、大体。あの針ね、これ矢印がついてますよね。でこれは合わせるときにはこっち左側にこう回さなくちゃいけないんですよ、これね。じゃあ右側に回すとどうなるかっていうとですね、あれ右側に回すとどうなるかっていうと取れちゃうんですよ取ろうと思って、引っ張っても取れないはずですよ、ネジで止めてます。右に回すと取れるんですよね。通常はあのネジは右に回すと閉まるんですね、普通はね。右ネジっていうのかな、これはね、左に回すと閉まるようになって、右に回すと取れるようになってますね、だからこれ引っ張っても絶対取れないですね、これは。おっと、金具が入ってますからね。金具がありますから絶対取れないですね、これね、これがね、よく起きるんですよ。要するに、コロンプスの卵みたいなもんですよね。あの知ってしまえばですね、何でもないことなのによく漫画でありますでしょ、あのドアを開けるのに一生懸命引っ張って開かなくて、でポンと押したら開いちゃったよっていうの、それと同じですね、これで取れますね。あ、取れました。と、こんな感じになってます。こんな感じ。ほとんどメカですよね。メカなんですけど、まあ、どうしようかな。これ、電源入れても見えないかな。見えないかな。ちょっと。モーターだからどっか回ってるところ見えるかもしれないですね。一応入れてみます。あ、間違えた、入ってね。まあこれ秒針が動いてますよね。ということはモーターどっか動いてるのが見えるはずですけれども、あ、これはずいぶんゆっくり動くんだな、このモーター自体が。違うか、どっか、これがモーターです、これがね。これちょっと見えないね。これはモーター、これがモーター、 AC モーターですね。AC モーター、ちょっと音でね、これ外しはしませんけど、
すっごくですね、ゆっくり動く。通常はこう早くぐーっと動いてギアでもって遅くしてるんですけど、これはですね非常にゆっくり動いて、ちょっと見えないかもしれない、これ寄っても多分影になって見えないと思いますけど、このモーター、ここで動いてるモーターね、これは非常にゆっくりゆっくり回ってますね。これモーター自身がねゆっくり回ってですね、まあこれ AC モーターですね、はい、で 50Hz のサイクルに合わせて回ってる、モーターが回ってます、はい、そしてちょっと怖いんで切っちゃいますけどね感電したくないんでね、でここがスイッチですね、ここがスイッチになってまして、まあちょっと中に行くか、あれ動かなくなっちゃった、なんで、あれ調節が分かんなくなっちゃったあれなんでだ、つまみが、ここのつまみがですね、なぜか動かなくなっちゃいましたね、なんでだ、これもこう、あ、これ違うな、壊れました、壊れたっていうかちょっとわかんないですけど、まあいいやまあいいやって、ね、まあ別に直そうと思ってたわけじゃないんですけど、まあこれ組めば多分動くのかな、ちょっと後でちょっとやりますけど、うん、使うのにね、ちょっとまた、ちょっと組み立てて動くようにしますけど、このようなね、まあある意味単純、ちょっと簡単なんですけど、でもですねこれよく見るとですね、歯車があり、いろんな細かいところがありますんでね、こういったもので、まあこのタイマーは動いてるということで、この辺で終わりにしたいと思います。あんまりやるとねちょっとねボールが出ちゃうんでね、はい、ということで、まあこんなことやってますんで、チャンネル登録の方もねよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。はい、こんな感じです。東芝です。